松下力は、将棋騎士。土井太郎名誉名人門下。騎士番号は15。千葉県奈良市の市出身。1934年、プロ入り。戦時中の1943年に、朝日番付戦で優勝するなど、優勝合計3回。第一期順位戦において、当時7段の松下は、増田光造7段、大山康春6段らと共に、B 級からスタートする。 第6期に9勝3敗の成績を収め、A 級初昇級。1期で高級するが、第9期の B 級1組で10勝3敗の成績を上げ、A 級に復帰。前世紀を過ぎた後も、マスダ、米永ネナガ・に勝負所で勝つなどの検討を見せ、5割前後の勝率を続けていたが、1976年頃からは負けが込む。 1981年3月に現役を引退し、その年の第8回将棋大賞で東京記者会賞を受賞。同年11月に球団の団位を送られる。弟子に田辺一郎、C 橋金次、飯塚祐希がいる。日本将棋連盟の理事を務める。1987年、新不全で死去。去年74。相掛か,かりの将棋が多い記者党であったが、 1970年前後からは、中飛車、三権飛車などの振り飛車も多用するようになった。早くから、穴熊戦法を研究して、実戦で応用しており、加藤二郎名誉球団に、穴熊戦法の中高の祖と評された。自陣の整備、攻め、受けのいずれにおいても手厚い差し回しの気風で、攻めが切れて負けることは、ほとんどない。ありがとうございます。